はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。今日も荒野行動、やっていきたいと思います。今日こそチャンピオンを狙っていきたいですね。前回、前々回は惜しいところまで行ったからね。今回こそ決めてやりたいところですわ。うおーおーおー。気合だけは十分に入っているな。ってわけで荒野ランドというステージで再び戦います。普段は楽しいテーマパークが戦場とかす。リア充はすべて撃ち抜いてやりますよ。はははははは。リア充キラースケモンだ。今日もいつものメンバーで荒野行動をプレイしております。生声実況チャンネルのメンバーのフリエモンとロストウィングとやってます。あとは野良のメンバーを一人加えたチームってことね。うお、敵がいたのか。めちゃくちゃ近くにいたらしいな。なんとかフリエモンが倒してくれたみたい。フィールドが広いから序盤で敵と出会うことはあまりなかったけど、こういうこともたまにあるから怖いよね。気を抜くな。ここは戦場だぞ。一気に雰囲気が変わった。敵がまた近くにいるようです。今度はしっかり戦わないと。まずは敵の位置をしっかり確認しなければ。あそこだな。よし、遠距離からしっかり仕留めていく。この辺敵が多いな。割と物資が集められたりするのか。ああ、確かに広いから物資は集めやすそうだね。とりあえずさっき倒した敵の物資を漁ろう。うん、またまた近くに敵がいるらしいですな。ちょっとここから遠い位置っぽいな。ああ、位置は分かったけど。ここから狙って当たるかな。お、敵的に当たったみたいだ。今日はどうやら調子が良さそうね。霊夢の調子がいいそうですね。3キル、いつになく調子がいい。今までで一番戦闘が多いパートになっているな。今までのパートはいつの間にか人数が減っていたってパターンが多かったからね。これはひょっとしてチャンピオンの流れが来ているのでは。この発言がフラグになるのであった。おう、どこからか撃たれているな。どこだ。左右から銃声が聞こえる気がするけど。お、ロストウィングが敵を倒したみたいだぞ。でもまだ銃声は収まっていないな。他にも敵がいるかもしれないぞ。多分、僕のことを狙っていた奴が他にいるんだよな。うん。方向が何とも言えないから。うん。外で戦っている音が。そこにいるのか。おう、どうやらまた倒してくれたみたいだな。いやぁ、皆さん強いですな。前半のお前の勢いはどこへ行ったんだよ。敵の位置を把握する能力は著しく低いので。なんかまだ銃声していますねー。本当にこの周囲は敵が多いな。てかロストウィングがまた敵を倒していた。今日の彼は調子が良さそうだね。気づけば残りは1、2人、もう終盤戦といったところか。チームメイトの情報によると丘の上あたりに敵がいるようなんですけど。パッと見、敵らしきものはここから見えないね。うん。どうしようかな、こや。何かが動いているのは見えるんだけど、細かすぎて全然狙える気がせん。今回ばかりは距離が距離だからな。人数も人数だからもう少し近づいても良さそうね。勝負をかけるのもありだとは思う。残り人数も少ないので攻めに行きたいと思います。そうだな。ここが勝負時かもしれない。うん、銃声。あ、味方がやられてしまった。なるほど、そっち側にもいるのか。右側にいる敵も怖いが、一旦そっちを確認しに行こうか。いや、二人が向かっているから最初に狙っていた敵をマークしておいた方がいいのでは。確かに。じゃあ僕はこっち側を確認しておこう。いやでも、こっちの周辺に敵がまだいるっぽいんだよな。状況に応じてカバーしに行けばいいと思うぞ。てか正面から普通に敵が走ってきてるやないかい。これで、あと残るは6人か。ここから気を抜くんじゃないぞ。今度こそ勝利をもぎ取りたい。ってあれ。なんか大勝利になってたー。今のが最後の敵だったのかもしれない。まあとりあえずナイスプレイでした。最後はあっさり勝利してしまったな。でもこれで念願の初勝利できました。やったね。これからも荒野行動はちょこちょこやっていくので、よかったら見てくれると嬉しいです。ってことでご視聴ありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。